イギリス、ソレントスカイミュージアムに展示されている、ロールスロイス製コンチネンタルナ3 0 0コンチネンタル O-300 及び C-145 は、かつてテレダインコンチネンタルモータースが製造した航空用空冷水平対向6気筒エンジンのファミリーである。1947年に最初の1機が製造されてから2004年まで製造が行われていた。 1960年代にはロールスロイスがイギリスでライセンス生産を行っていたこともある。当初、このエンジンは C-145 の名で製造されていた。C-145 は C-125 エンジンを元に開発された。両社は共通のクランクケースを使っているが、C-145 はピストンストローク延長し、 圧縮比を高めて、出力を 20HP、15kW 増強している。O-300 は C-145 を近代化させたもので、重量、外寸法、ボア、ストローク、圧縮比、排気量、出力を同一としている。O-300 の派生型のうち、原則ギアボックスを付加したものが、o 3 0 0である。これにより、 クランク軸回転数 3200rpm が減速ギアを経て、プロペラ軸回転数 2400rpm と減速されている。5-300の出力は 175hp130kW となり、5-300の出力 145hp108kW から大幅に強化されている。 ただし5-300はオーバーホール間隔時間が1200時間であり、ナ3 0 0の1800時間に対して悪化している。5-300はパイロットが取り扱いを間違えたり、実際は設計回転数よりも低く回転数を抑えて運用しなければならなかったりと想定した性能を発揮できず信頼性が低かった。これが原因でこのエンジンの搭載機のセスナ175は、 不好評であった。今日でも多くのセスナ175が飛行しているが、エンジンはプロペラをダイレクトドライブする大きなエンジンに積み替えられている。ありがとうございます。